孫でございます。もうね、多分その多くの方がですね、漱石の孫というのはどういう顔かと、どんなやつかという感じで来られてると思うので、こうやって顔見るともうそれで終わりだって、本当はこれで帰ろうかなと、もうそうもいかないんですね。1時間半一応時間ありますんで、一応説明しておきます。後で詐欺だって言われると困りますんでね。僕は知りませんよ。僕は知りませんけれども多分血はつながってます。あんまり深く考えない。なぜかというと僕の父親というのが夏目純一というんです。これが漱石の長男ということになってます。そんなに感心することになります。漱石がですね、たくさんね、たくさんというか当時は当たり前ですけども、子供がいてですね、上4人が全部女で、最後に2人だけ男が生まれた。その最初がうちの父親です。純一と。割とモダンな名前だと思うんですね。明治の末に生まれたんですけどね。それで漱石は金之助なんですよ。ね。で、なんで私が房之助なのかって。で、よく聞かれるんですよ。これペンネームですかって。誰がそんなペンネームつけますか。ペンネームじゃないんですよ。うちの親父がつけたんです。おかげで僕は夏目房之助ですから、ちょっと知ってる人には必ず夏目漱石の何かですかって聞かれることになって、若い頃は大変嫌だったです。で、11の方がいいなと思ってたんですけど、まあ11そのものはですね、とにかく道楽門で働かないのでこうなっちゃいけないと思った反面教師だったんですけども、そういうような形で私は孫なんです。一応戸籍謄本とかで見ても孫です。ですけども会ってません、漱石に。よくですね、漱石昔はあったんです。本当にさすがに最近はないかな。どんな方ですかってね、知らないですよそんなのね。だって漱石って49歳で亡くなってるんです。で今僕60歳です。超えちゃったんです。もうだいぶ超えちゃいました。49歳であの顔ですよ。少し前にお札だったでしょ。でだからね、今の我々が栄養状態が良くて伸びちゃったのか、昔の人は早くに大人になったのか、両方だと思いますけども、大変に立派な顔をしてますね。で今頭で浮かべて僕と比べないようにね。いうようなことでですね、会ってません。何しろうちの親父が9歳でしたから亡くなったんです。多分細胞にもなってないわけですよ。思い出がありましてね、私のおばあさん、つまり漱石の夫人、京子夫人ですね、世情悪妻という言われてるそうですけれども、すごくいいおばあさんでした。なんかどっしりした人でした。相当金遣いは荒かったらしいですけどね。でこのおばあさんがですね、池上に住んでたんです。なんかちょっと不思議な感じの家でしたけど、玄関入って左に洋間がありまして、でその洋間にはいろいろなんか蓄音機みたいなのがあったりですね、面白かったんですが、そこにですね、なんか軸だったと思うんですが絵がかかってたんですよ。なんか暗い絵なんですよ。で川の中だるまが下ってくるんですよ。怖くてね、これが不気味な絵で、なんかね、子供の頃を見てますから、だるまさんは知ってるけど、だるまさんってのは愛嬌のあるもんだと思うんですけど、なんか怖いやつが川下ってくるっていうね、変な絵だなと思ってましたよ、子供の頃ね。漫画ばっかり読んでる子ですから、別に海外に興味ないですからね。でうまいとも思いませんでした。それが漱石の絵だったんですね。これ、
あので今日ありましたで見ました。あんなちっちゃいもんだと思わなかった。僕の記憶の中でこんなでかいんです。まあ、僕はちっちゃいからですけどね。なんかすごい印象に残ってたんです。これがね、確か僕の記憶の中で4枚かかったんです。これね、割と写真は綺麗に写っていますね。写真というのはその色味をね、こういろいろ調節できるので、僕の印象ではもっと暗かったんですよ。で、さっき見たらちっちゃくて、あんまりだから僕の印象とまた違うんですけどね。多分子供には訳が分かんなかったんじゃないでしょうかね。で、これがまあ漱石の絵で、46歳の頃。だから、まあかなり晩年なんですよ。ということは絵もですね、まあそこそこ描いてた、描けてたはずの頃の絵ですね。しかし残念なことに漫画好きの孫には手塚さんよりだいぶ下手だというふうにしか見えなかったんです。ただですね、言っときますけど、一応私も絵を描いてきましたので、正式な教育を受けてませんけれども、絵が好きだし、絵を見てるし、絵を描いてきたので、言っときますが、うまくはないです。申し訳ないけど、こういうこと言うとね、漱石の大ファンの人には怒られるかもしれないけど、でも事実です。これはですね、あんまりこれをうまいと思う人いないと思うんです。小学生みたいだなと思うと思います。で、僕もそう思います。で、ちなみに専門家もそう言っております。専門家は誰かというと、津田聖君という人ですね。これは漱石の弟子です。でも絵の先生です。漱石にとっては絵の先生。で、この津田聖君という人が、これをヘンチクリンな絵であるというふうに書いております。これ津田さんのですね、漱石と重弟子という、昭和23年に出た本の中でですね、津田聖君がこんなふうに書いています。何らとも筋裁がともつかない絵だ。柳の下に白いひげを生やしたじいさんが、柳の幹にもたれて休息している。その前に一匹の馬がいた。まず馬と仮説するだけなんだが、四つ足動物で豚でもなければヤギでもなく、まず馬に近い。馬といい人といい、まるで小学校の生徒の絵のようだ。全体が濁った緑で塗りつぶされている。柳の下にはふんどしを干したように日常の顔がな川が流れている。残念ながら津田聖風先生に軍配を上げざるを得ないなと見ながら思うわけですが、しかしですね、一点だけいいとこがあります。地理ですね。我々これ見て小学生みたいだなって思うんですけど、小学生の描く絵ってやっぱり地理があるんですね。楽しそうなんです。多分ね、本人楽しかったと思います。大体ね、馬って難しいですよ、馬描くの。その馬のですね、しかも正面の方から描こうっていうこの無謀さ、これは多分自分がうまいか下手かよく分かってないからやるんですよね。かといってこれ横の馬だったらちょっと絵にならんのですけどね。まあしかし津田聖風先生にが言うほどヤギには見えないとは思うんですけどね。まあしかし楽しそうに描いて、特に後ろのじいさんがですね、この何だろうな、この帽子は、まあいいけども、このじいさんがちょっと笑ってるらしいんですね。なんか楽しそうだよということで、津田さんがですねこんなことを書いています。漱石、つまり先生はですね、先生はいつか妙なことを言ったことがあった。俺は不愉快だから絵を描いて楽しむんだと。先生の絵を描かれることは窓を開けていい空気を入れたいということなんだと。多分その通りでしょうね。漱石は午前中仕事したんです。で、午後はもう大体趣味のなんか書を描いたり絵を描いたりしてた人そうです。その割にはわずか10年ぐらいの
作家生活でよくあそこまで書いたとは思いますが、きちっとそういう風にしていた人です。僕にはできません。僕普通ほっとくと10時か11時ですから起きるので、午前中1時間ぐらいしかないですから、これは津田政府が人に聞かれた時にその人に説明した言葉です。先生は現実より空想の方がお好きではないですか。小説では現実を取り扱わなければならないので、午後からは人里離れた別荘にでも行くつもりであんな山の絵ができるんじゃないでしょうか、というふうに津田政府は答えたそうです。多分全くその通りで、付け加えるようなことはありません。まあ、見たようにですね、津田さんに、習って、なかなかうまくはなっています。うまくはなっていますが、まあ趣味の範囲は出ません。ですから、漱石の書じゃない絵をですね楽しまれるときによく、デパートじゃないな、スーパーなんかで土地の小学生の絵がこう並んでますでしょ。あれ面白いんですよ。すごく面白いです。本当にいろんな子がいていろんな絵を描くな。日本の教育っていうのはここから想像力をだんだん小学校出てから中高大と奪っていくのが日本の教育なんだなって余計なことまで考えるぐらい非常に楽しいです。そのような人が楽しんでいると、いうふうに見られた方がよかろうかと。漱石の絵だからってむやみに褒めることはないですね。なんかこうすごいものであるかのように書かれるのをたまに読みますけれども、文章を埋めなきゃいけないからしょうがないからそう書くんでしょうけれども、そんなに持ち上げるほどのものはではない。おそらくここに漱石がいたらですね、片っ端から破いたと思いますね。なんでこんなものを人に見せるんだと、劣化のごとく怒ってであろうことは間違いないと、死んでてよかったっていうことだと思います。あの人はそういうことに関してはものすごく潔癖です。自分が素人であると思ったことに関しては人に見せるものと素人ってどれくらい違うかっていうのはものすごく潔癖に感じていた人ですね。できません。しかしですね、小になるとですね、ここがねやっぱり違うんですな。時代の違いもありますよ。だってみんな小を書くんだからね、知識人だったら、っていうか知識人じゃなくたって書くんですか。昔は筆しかないんですからね。そういう中で、書いてて、しかも漱石という人は当時の第一知識人であり、かつ漢籍が大好きでしたからね。改めて漱石の書を見るとやっぱすごいです。これは絵とはね比べ物にならない。今の私の目から見ると、非常に興味のない方もいらっしゃると思うんで、なんだかなって絵の方がよっぽど面白いとかって思う人もいると思います。それはそれでいいんですけど、しかし書は書でねすごいですよやっぱり。ただ私がそう言ってもあんまり説得力がないと思うんで、津田青風さんはさっきの本でやっぱり書のことをこのように言っています。先生、つまり漱石ですね。先生は最期の応逸した小器用な字は嫌いのようだった。これはいかにもそうだし、いかにもそうでしょう。多分自分に小器用なとこがあったんでしょうね。すごく嫌いですね、それね。で、私今自分の家に住んで、当たり前か、マンションの一室に住んでるんですが、そこのですね、狭いもんですから場所がないんです。場所がないのでパッとトイレを開けるとある書がかかっておりまして、これがかかっております。これね僕好きなんです。ただかかってるって言いましたけども、それはコピーですよ。私のところにあるのはね、これ本物はもうとっくに寄贈してこの近代文学館にありますから間違いないでください、ね、うちのトイレの前にあるのはコピーです。ただ分かりにくいことにですね、楽観とか何にもないのね。でもね、これはとても僕は気に入ってます。ただですね、さっきも言ったようにこれがなんていうのかな、古典的にその この絵書がすごいよって言われるような書っ
であるかどうかっていうと難しいところなんです。僕は個人的にはとても好きなんです。飽きないんですよ。あ、トイレですから毎日こう開けるあ、なんでトイレの前かっていうとですね、これをもっと別のところに置いちゃうとですね、あのこれ冬の詩なのでね、あのでもね、見てるとね寒くなってくるんですよね。不思議な本ですよね。本当に寂しい感じあるんだけど、でもいい書だと思います。どこと言ってどうということではないんですね。これね、筆のあの僕はね、あの本当にこれを見た時になぜか分かりませんが肯定権を思い浮かべたんです。しかし肯定権とは似ても似つかないんですよ。肯定権の有名な書ってのはこう筆の揺れがあるんですよね。で揺れがないんですよ。揺れをなくズボッと書いてるのに、なんでだか知らないけど感じたんです。それがなぜか未だ分かりませんが、なんか墨の奥行きみたいなものにそれを感じたんです。だから僕の全く勘違いかもしれません。ただあのとにかく好きな書ですね。多分これ好きな人多いんじゃないかな、なんとなくそう思います。なんででしょう。あのね、ある意味分かりやすいんですよ。例えば夜の上の鍋蓋でも、横の線がね、なんて言ったらいいんだ、本当にスーッとすごく微妙に曲がってるけど太くなったり細くなったりしないですよね。で転接もどうだいっていう転接じゃないですよ。本当に微妙なところでスッと手を離してるんですよ。だからとても微妙なんです。これ書けても絶対書けません。でそういうような章で、庭の左の払いにしても、この払いはなんて言ったらいいんだろうな、企みがないことを企んでるとしか思えないですけど、できないですよこんなんね。これね、48歳、もうだから死ぬ寸前です。ものすごく静かな印象を受けます。多分この静かなところが僕好きなんだと思います。いつ見ても同じ風景が見えます。多分早稲田 の家の冬枯れた庭でしょう。感覚的な話ですけれども、僕が実は漱石の全作品の中で一番好きなのはガラスの内っていうエッセイなんですね。ものすごく枯れてて、なんで僕はそれ好きだって断言できるかっていうと、中学の時に初めて読んでその時から好きだからです。だいたい中学生であんなさ枯れたものをさ、生意気だよねだけど好きだったんだからしょうがないんですよね。なんかそういうこれまあ、ご存知の方だけ納得していただきたいんですが、同じ時期に僕は水木しげるさんが大好きだったんです。水木しげるさんの漫画もあの人戦争で本当に苦労して何もないっていうことをよく知ってる人なんです。何もないっていうところの向こうに妖怪を見ちゃった人ですからね。なんかどっか共通してたんだと思うんですよ。今僕は思うにはね、その漱石のこのまあ、だいぶこっちの方がそのなんていうか、規模は知識的なんですけども、小説にしても書にしてもそういうものがある気がします。これがある意味では漱石の課題でもあっただろうと思うんですね。うちの親父はもうとにかくいい加減なくせにわがままですから、家に置いとくんですよ。本当にびっくりしますよ。例えばその展示会があって置いとくじゃないですか。筆差しとかあるわけですよ。それってちゃんと裏見ると札が貼ってあるんですよね。つまり漱石の持ち物なんです。うちの居間に置いてあるんですよ。いい加減にしろって話じゃないですか。危なくてしょう
そういうことを平気でする親父なわけです。だからうちのおふくろはもう大変に神経を使って、で、あの大体だから貸金庫から出し入れするのはおふくろだし、それでもう、まあ、大変な思いをして、死後ですね、こういうことがありました。あの父の死後、ノートが出てきました。そのノートにはその要するに漱石の、残したものに関してのノートみたいなタイトルがあったので、へえ、あの親父もやったんだと思ったら、あと真っ白だったんです多分誰かつけなさいって言って、だから小学生の日記だよってあれで、そういう話を、まあ、聞いてるわけですよ。で、母親が苦労してるっていうのは息子にとっては娘息子ですけど、あのやっぱり一番あのなんていうのかな、響くものなので、父以外の僕と姉と母はとにかく早いとここれはどっかにちゃんとしたところに預かってもらおうって言ってたんです。で、あの父が亡くなるちょっと前ですけどね、何年か前、まだ意識がはっきりしてる頃に、言ったことがあります。別にね、その所有権を移すんじゃなくて、でも危ないから預かってもらったらって言ったんです。うん、考えてって言ったまんま死んでましたなので父が亡くなった途端に母親がですね、ふわーっていう勢いで整理して全部こちらに持ってきました何にも残ってないです。で、そのつまりそれは我々家族にとっては生成することなんですあんなものが残ってた日には後に過去も残る、という感じですね。で、僕が今もし漱石関係で持ってるものとしたらただ一つです。昔彼が使っていた名刺ちっちゃい名前だけ書いてある名刺、これは仕事場の棚にポンと入れてあります。でもね、たまにあるんです、やっぱりそういうね、お宅に何々がございませんか、だからもう全部こっち神奈川近代文学館に行ってくれって言うんですけど、まあ食い下がられると名刺がありますよとか、名刺ですごい写真映えしないのね、あれ。でもみんな諦める。そんなところでよろしいですか。どうもありがとうございました。